実は昨日から桑名と連絡が取れないんです。どこかあいつがよく顔出すところって知りません？そうだな、それなら彼が横浜に来た頃いろいろ世話してくれたっておじさんがいるんだよ。当園の親戚とか言ってたかな。昔屋さんだったけど足洗ってからはずっとバーをやってるんだ。そのおじさんが町の人に桑名さん売り込んであげてた。桑名はここで便利屋始める前は何をしてたんです？どうだろう、普通に会社員とかじゃなかったかな。そういえば聞いたことなかったかも。桑名の桃園ってのはどこでバーをやってるんだい？ああ、それなら清廉って店で、中華街の方だ。2、3回俺も飲みに行ったよ。マスター、昔は屋さんでも今は丸くなっていいおじさんだからね。なら、俺らもそこに行ってみるかな。次は RK に先を越されたくねえ。急いだ方がいいだろうぜ。お話どうも。お騒がせしました。いや、別に言って。お、行くか。青年、ここだな。タボ、桑名の桃園ってのがマスターをしてるはずだ。すいません、お邪魔します。またもぬけの殻か。なんか店の中荒れてるね。家探しされたってほどじゃないけど。ああ、慌てて夜逃げした後みてえだ。じゃあここのマスターももうどっかに逃げた。だとしたら勘がいいな。そのうち RK の奴らも桑名を探してここに来るはずだ。出発するか。ここ店の名前セイレーンだったよね。あ、ああ、はい、セイレーンですが。相馬、よく避けたな。
でも残念、アイスピックは女用なんだ。カイトさん、RK が何のイニシャルか言ったっけ。カイトさん、レッドナイフ。この野郎。そんな、ここのマスターは鼻が利くらしいな。まんまと逃げられた。なんで沢先生を殺した。まあいろいろ知りすぎちゃったからな、あの先生は。なんだと。お前らもそう、もう捨てておけないとこまで来ちゃった。この間はヘマしたな、俺を殺し損ねた。反省してるよ、阿久津に任せた俺のしくじりだ。そしてお前はここまでだ。そうか、カイトさえいなきゃお前一人わけないよ。シャッシャッ、カイトより先にお前を刺しとくべきだったかも。くそ、綺麗に脳が揺れたからな。足に来てるだろ。立てるようになるまでちょっと時間がかかる。暴れると痛い時間が長引くぞ。そういえば沢先生の時は一瞬だったな。なんだと。こんな時に無粋だよな。人の店で何をしてる。あんた、ここのマスター。ああ、桑名君の知らせでお前らが来る前に逃げることができた。俺はもうその店に二度と戻らない。俺らはその桑名さんと話がしたいだけなんです。そんなに怖がらないでくださいよ。若い女性を自宅まで押し入って殺したそうだな。なら70過ぎのジジイはもっと躊躇なく殺すだろう。八神さんに電話を代わってくれ。さもないと殺に通報する。あんたがなんで八神と話したがる。グズグズするな。今110番のダイヤルを押し終わったぞ。お前に用はない。ここのマスターがお前に代われって。
悪いけど話は後だ。すぐ店の前に救急車を回してくれないか。相棒が腹を刺された。何？頼む、急いでくれ。はい。ご希望通り、相棒の彼はこれで大丈夫だろう。俺は今あんたを遠くから見てる。探さなくていい。今そこで会うつもりはないんだ。サバイバーというカラオケスナックがあるんだが知ってるか？この街では一番安全な店だ。川沿いのスナック街にある。俺はあなたに桑名のことを聞きたくてセイレーンに来ました。でもあなたの方も何か俺に用があるってことですか？あんたが一人で会いに来てくれるならそこで話すよ、八神さん。ただ俺はサバイバーにもそう長いはしない。今から10分以内にあんたが来なければ姿を消して連絡も絶つ。ずいぶんせかすんですね。10分のカウントダウンはもう始まっている。スナック街のサバイバーですね。そうだ。すぐに向かいますよ。ではまた後ほど。待たせたな。出してくれ。神室町の半グレ集団 RK が追うのは便利屋桑名。星稜高校の英語教師沢陽子との接点を見つけるべく、八神は桑名の正体を探る。やがて浮上してきたのは、桑名を偉人町の人々に仲介したというバーのマスター。彼は誰も知らない桑名の過去を知っているはずだった。俺はあなたに桑名のことを聞きたくてセイレーンに来ました。でもあなたの方も何か俺に用があるってことですか？あんたが一人で会いに来てくれるならそう。ただ俺はサバイバーにも今から10分以内。
いい加減にしろよ。茨城！
よし。バカな。おい。より速いやつ、より度胸のあるやつに従え。よし。
マジやべえぜ。よし、行くか。
危ねえ。あの、八神です。だが、それって分かった。ああ。
からでも来な。ったく、時間食っちゃったよ。